どうもこんばんは。こんばんは。ナインティナインです。はい、スペシャルウィーク、ですけども、先生ありがとうございます。すごいね。これもう皆さん驚きですよこれ。夢って叶うんですねなんかね。ここ2週ぐらい、まあもともとはそのおぼかたさんのね、はい、スタップ細胞のお話から、高須先生とつながりが、つながりというか、まあそういうのがあって、で一か八かでこう番組のスポンサーはどうですかと、あのスタップ細胞の研究には関わりたくありませんと高須先生がおっしゃったんですけども、ね、そうなんですよ、あのならば我々のこのラジオのスポンサーいかがですかって言ったらすぐイエス イエス高須クリニックということで、そうだよ、この4月の24日このスペシャルウィークからなんと高須クリニック、まあ、先生がスポンサーにそうですよなっていただけたという、こんなことあるんですね。高須クリニックさんがスポンサーでしょ。もう先生やね、だから、まあ、先生はやっぱそのものやもんね、高須クリニック。そうそうそう、もうだから我々ナインティナインのオールナイトニッポンにはのバックにはもう先生がついてるから、もうなんでな、だって職務をしてくれるってツイッターで。嘘。ほんま。でレーザーも当ててあげるって、もう好きなようにしてあげるって言って先生がそうサイボーグになれるで、オカボーグになるのよだからここもシックスパックになるし、もうヒゲはなくなるし、髪の毛はボーボーになるし、もうすね毛なんかなくなるからね。つるつるや。俺ほんまに先生ちょっと全身脱毛ちょっとあのヨーロッパ人みたいにちょっとなろうかなと思って。僕先生すね毛とかいらないんですよなんでもうすね毛をね全部もうあのなんでしょう、なくしてもらおうかなって思ってるんですよ。これも何かの縁なんでね。だから企画にせなあかんよ。そうそう、ただただそのただただそのスポンサーになっていただくっていうだけでは申し訳ないですから、僕はやっぱりこう何ですか、全身脱毛という、そのモルモット的存在というかね、になってですね、ツルツルの、お肌を手に入れたいなっていうふうに思ってますありがたいよね。だって皆さん本当やからね。だからあの今のご時世ね、テレビとかもその経費削減やもうなんやって言うてますけど、ラジオなんてもっと厳しいんですよ。そんな中こうやってこうね、あのスポンサーに名乗り上げていただけたっていうのも非常にありがたいですよね。これでまただからどんどん夢が広がるというか。何が決めてやったんやろ。やっぱあるでしょ、高須先生の中でも脳もあるわけじゃないですか。小保方さんの場合は脳ズルする人はダメだっていう、答えだったんですけど、まあ何でしょう、ズルしてなかったんでしょうね我々は。オールナイトニッポンに関してはズルしてなかったという、まあ、生放送やしね、ことなんですよ。ありがたいですよ本当に。すごいな、ちょっとお会いもしてないのに。そうなんです我々はね本当に。あ、まあ別の番組ではありますけど、うん、ご挨拶もせなあかんしね。いやだからその本当にねしていただけるんならもう本当に、なんかこうちょっとな、職務はね、でも持って挨拶いかない。そう、職務の件に関しては職務いらんやろ。そうなんですよこんな生えてたら今日本で今日本であの病院行ってきたんですよ、あの診察の、はい、うん、でまあ今日もこう前髪こうグワッと上げるのと、うん、で下向いての2枚の写真をあの撮っていただいたんですけども、うん、これをだから今から4ヶ月ぐらい前ですかね、うん、あの初めて泣きついた日の写真が保存されてたんですよ、うん、パソコンに。比べんねや。はい、見たらもう全然違う。いや違う違う、もうスカスカの写真がそこにはもう消してくれっていう写真がもうゴミ箱に入れてくれっていう写真がバーンと出てきたんですけど、先生これほんまに僕の毛ですかって言って、そうなんですよって、で今日撮ったやつ見てみますかって言ったら、次もうパソコンにパーン出てきたらもう黒々とした髪がボーン出てきて、いや元より増えてるように見えるよね。そうなんですよ。ほんであの今日出た結論が、これを維持していきます、うん、という今の量が、はい、
今のこの納得してるし、ええ、どうですかと岡村さん、うん、今のこの今のこれこう見ていただいてどう思いますかって、いやもう素晴らしいですと、うん、ありがとうございますって言って、うん、言うたらじゃあこれを維持していくっていうことでよろしいですかって先生に言われて、あ、うん、それでその方向でお願いしますって言って、うん、でまあトニックやとかそういうのもらって帰ってきたってなると、まだ増やすことも可能っていうこと、じゃあまあそうなんですよね。だからもうもちろん治療やめたら戻るし、うん、そうですね、戻るでしょう。でもこれを維持していく、だから植毛に関しては高須クリニックさんでは高須さんはいらない。そうなんですよ。ほなそうなってきたら何をってなったら、やっぱすね毛とか、このすね毛やんの、このもうこの何やろここひげ周りかな。でも40年以上一緒にあれやで、苦楽を共にしてきてんで。もうでもね、ほんま今田さんとかも言うてはってんけど、このひげ剃る20分とかその10がもうめんどくさいんですよほんまに。40年間頑張ってきたのに。ほんでやっぱり俺もひげ生やそうとも思わへんから、いらないんですよね、うん、結局休みでも絶対 剃ろうと思ってしまうから、いらないし、うん、一番いらないのは本当血毛なんですけども。血毛は血毛なくそうか。血毛増えてるからね。でもね、先生にね、頭の毛増えたことによって、うん、ケツの毛も、うん、同時にやっぱり太くなってるからね。でもスポンサー様に、うん、肛門茶碗を見せるっていうのは俺どうやろうなって思うのよ、先生に。せっかくのスポンサー様にこう。だ治療やからね。だからまあ一番いらんのは確かにこう、あの、ケツの毛なんですけれども、うん、まあもっと言うとこのヒゲ、そしてこのすね毛、腕毛もいらんな。もうどうなんの気持ち悪い。いいやん。もうこんなんいらんねん、こんなん。いや、ちょっとおかしなってきてるって、これ。もう。もう全身だから。脇毛は？脇毛もいらんちゃいらんな。もう何にもいらない。この頭皮だけあったらもうええわ。いや、チンチンの毛はいるでしょ。チンチン。チンチンの毛もなくすの？この例えばね、それ見せれたらええけど、テレビで。このフジテレビとかで、その、また、シンクロナイズドテイスティングってやるじゃないですか、たまに。水着着たりね。もう、あんな時ももう一生懸命この横の毛、剃らなダメなんですよ。で、原西さんといつも俺は何してんやろうな、言うて、こう、あの、際沿いのやつでばーっと。毛深い人はね。うん。もうそんなんも考えたらもう全部いらんな、思って。その、この頭皮以外。髪の毛以外、うん。先生、これどうしましょう何をイエスで何をノーにしましょう、これ、毛を。うん、それ反対されると思うわ。まあ、多分カウンセリングから入っていくんでしょうね、こういうのもね。うん。ちょっと冷静になりましょう、つって。うん。ほんまにいらない。でも、うん、全部が全部一気になくなるわけじゃないからね。うん。いいんで、一回じゃなくならへんやろ？なくならへん。で、永久になくなるかって言ったら、永久脱毛って言いながらも、まあ永久じゃないのかもわからへんからね。まあ生えてくるかもしれないな、うん。そうなの。だって、とにかくこの頭の毛増やすことによって、うん、体の毛も濃くなってしまったと。うん。余計気になってきたと。うんうんうん。でもツントル天然したいと。そう。つるっとし、つるっとしたいの。つるーっとね。それやってる人おんのかな。だからホリエモンとかね。だからそのヨーロッパの方ではもうだんだんとそのそういう風になってきてんのよ。全身脱毛というか、男性ももちろん女性も。女性の方ももうないよ今や。アンダーヘアが。まあまあまあ、ヨーロッパの方欧米はね。うん、なくなってきてるから。でもちょっと日本じゃやっぱり。まだね。滑稽ちゃう？うん。そやけども、まあ。ボタンダ行った時に。まあでも、話は盛り上がるよ、最初のそのピロートークというか。あ、毛ないんですね。いや、そう、全身脱毛したい。女の人は、羨ましいから、うん。触らせってなるから。ほんならもうパウダーも、逆にええ感じになるやん、この。性感入った時もそのツルツルやからパウダーがサーってこうローションもツァーってなるから逆になんか得した気分になるかもわかんない。
あんまりツルツルすぎたら嫌がるで、女の人。もしさ、その彼女とか嫁さんとかさ、もしもらうことあったらさ、その時はまた植毛するから。もう訳分からなってきたわ。先生、カウンセリングを大至急。まずカウンセリングやな。お願いいたします。でもほんま今日からね、やっていただけるっていうことですもんね。ほんなら、あ、入んねや。この、あ、テークレに入ってくんだよ。そうやね。ありがたいね。ちょっとどういう気持ちで読んだらええんかなと思って。そう。なかなか本気に入られへんのよね、まだ。書いてあんねん、実際。おい。実際書いてあんねんけど。わ、すごいやん。あ、書いてある。そう、ずっとなんか、今までのノリでやってきたとこあるから、うん、ほんまに太字でバンと手くれで名前書かれてるんですよね。下手すりゃこのナイティナイのオールナイトニッポンでどん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 ミニコーナーというかこの今2時間でねナイティナイのオールナイトニッポンってなってますけど、この矢部ひろゆきのドリチンクラブとかがパーンってもう一社提供で高須クリニックのってなってくるかもわからないね。この2時間ドリチン、いやいや、このドリチンクラブのね、この枠だけ、うん、この例えば1分50秒2分、まあ長い時は4分5分あるでしょうけども、そこがもうちょっとここだけちょっと買い取らせてくれと先生が高須クリニックプレゼンツ、まあまあこういう下の悩みもあるからね。そうやで、そういうのもあるから、うん、そういうのもしかしたらこうそうなってくるかも分からへんのよ。やっぱスポンサーさんやから、今週の高須クリニックみたいなね。そうやで。そういうのも。クリニック情報とかもそういうのももしかして入ってくるかも分からへんから、ね、それは、うん。うん。下手したらここに先生が座って、うん、あの、やるかも分からへんもんね。今日のお悩みは。そうやで。もう、まあ、ゆくゆくやからね、ちょっと、また考えていきます。何らかの状態で我々が、ナイティナイのオールナイトニッポン、ちょっと休まないあかんと、スケジュールの関係でってなったら、高須先生のオールナイトニッポン。っていうのオールナイトニッポン、なんかスケみたいで申し訳ないな。お金出していただいてる高須先生のオールナイトニッポンイエスっていうのが始まる。ゴールドとかそういうのあるけども R とか、あ、高須先生のオールナイトニッポンイエス、単語として悪ないよ、悪くないイエス的だと思って、うん、まずちょっと楽しみにして。いや本当先生ありがとうございます、よろしくお願いいたします。さっきはね、はい、スペシャルウィークということでゲストはネプチューンのホリケンに来ていただいておりますね。今も待ってくれてますけども今日は木ネプハルのボイパ祭り力の限りボンボボンをお送りしたいと思います。はい、僕らとホリケンでどんな歌であろうとボイパでやりきるということですね、うん、そうですね、ホリケンへの質問メールもどんどん送ってください。そしてスペシャルウィークならではのプレゼント企画も用意いたしました。番組の後半で曲名を当てろボイパクイズを出題します、はい、一体どんな曲をボイパしたのか生放送中にメールで答えてください、うん、正解者の中から抽選で10名様にナイナイのサイン入りボンボボンを差し上げたいと思います、はい、さあ、ああそれでは始めてまいりましょう、はい、ナイティナイのオールナイトニッポン。この番組は NHN プレイアートスカッパー高須クリニック以上各社の協賛で東京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。はい。